はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田亜美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報や現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われるイベントの情報、潜入レポート、そして細かと細かのどこまで行くのコーナーなどなど盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお届けするバナナ TV 総合案内番組です。二刀流ねえ何楽しんでるんですかねえ、はい、はい、オリンピックも終わりまして、あ、25までです。25まででしたっけ。ですよね、予定ではね。ね、もうメダルの数も、うん、ね、うん、あぐらいね。ねえ、もう金もめっちゃ取りましたね、日本。え、そんなん言っていいんですかねえ、一応ね、あの収録なんでちょっと予言めいた当たってたら大変ですね。言うたらほら、はい、叶うかも。いや、言葉に出せば叶う。どうでしょう。どうなんでしょうね。ねえ、ひんね、もうすごいぞ、二桁。恐ろしい、恐ろしい。ねえ、でもね、あのフィギュアスケートとかね、なんかもう日本中がなんか感動の渦でしたね。渦ですよ。ねえ、すごいですね、ワンツー。ね、男子ワンツーね、ワンツー、そこまでは知ってるんですよね。なるほど ね、そこら辺ぐらいです、今我々収録してるんですね。だいたいそんな感じですけどね。ねえ、まあでも無事にね、うん、ね、無事かどうかはちょっとわからないんですけどちょっと最終日ぐらいになんか大爆発とかね、なんか投資者が出たとかあるかもしれないですけど、でもまあ無事やったんでしょう、あのこれが流れてるということは。無事、無事です。もう無事無事ですね。言えばかなんて、言えばかなんてからね。ね、はい、よかったよかった、よかったよかった。ね、でもあのね、うん、投稿してらっしゃる方もいましたけどね、やっぱり、はい、オリンピック行くまでにももう練習練習だったでしょ、はいはい、で環境違うところにも行ってね、うん、体調整えるのも大変じゃないですか。大変ですよね。で今度メダルを取って、うん、取ったら今度その後の、あのインタビュー、はい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 、でもたらい回しじゃないですか、あっち出てくる、ね、あれちょっとかわいそうですね、やっぱりね。いや大変やと思いますね、うん、そこで要は全力出し切ってる上に、うん、その残りカスでなんとか頑張らなあかんっていうようなCMです。シャナナンバーシャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、おかえりなさーね。あの一生懸命頑張ってる人らに対して貸すって。いやいや、でもね、いや そんな言うたらもう競技の本番が、うん、言うたらあそこが全力を尽くすポイントじゃないですか。まあね、僕らも若い頃ライブね、うん、もう仕事だったじゃないですか、そのツアー全国回る時にね、うん、あの打ち上げ行く体力を残すなってよう言われたんですよ。その終わってから打ち上げ行くってことを前提にライブをすんなと、一回一回燃え尽きろ。でも燃え尽きても打ち上げあるんですよ、やっぱり。そうね、私はいつも打ち上げの目標を置いてますからね。そんな無茶言うなやみたいな、うん、ペース配分とか考えずにそこに全力を尽くせって言うんですけど、でもやっぱりそれでもやっぱりマスコミの方はね、うん、容赦なくやっぱりヒーローインタビューですから、うん、これはもう大変なのは、まあね、私らも見てしまうからね、うん、まあなおさらそういうのなくならないんでしょうけど、う、まあでもやっぱかわいそうちゃかわいそうですね。大変や思いますよ、本当に。できればだからスタジオとかには呼ばず、うん、同じ場所でも、うん、逆にね、彼らは一箇所にいて、ね、みんなが入れ替わる感じだったらまた ね、でもね、呼びたいでしょう、本人をスタジオへ ね、じゃあどうですか、今やりたいこと何ですかって言われたら寝たいですって言ってたからね。そうでしょう、そりゃそうでしょう、ね、お疲れ様でございます。お疲れ様でした。はい、はい、ということで、オリンピックも終わり、うん、梅も終わり、終わってないですよ、まだ全く。行きました梅、梅あんだけ俺梅進めたのに。行きましたよ。行きました、行きました。え、どこ行きました。行きましたよ。どこへ鼻かいてる、鼻かいてるあの嘘つくと鼻がかいてるんですよね、はい
もろで待ってねえ、まだ終わってないまだシーズンは続くんだよ ね今からでも間に合いますから、うんうん、まあまあバレンタインも終わり、まあ、いろんなイベント終わりました、はい、次はで梅の流れからですよ、うん、その続きまして桃の節句、桃ってなんだね、桃ってなんだね桃の節句、桃の節句、うん、ひな祭り、ほいひな祭り、ほいひな祭りほいな祭り行きましょうか。ほいな祭り、ほいな祭りでございますよ。はい、ね、ほいな祭りも今ね、もうスーパー行っても、うん、あられあられ、うん、あられ言って甘酒甘酒ね、売っとりますけどね。はい、で今回はひな祭りの由来とやら、由来ね、調べてもらいます。そうですよね、由来よくわかんないですよ、あんなごっつい人形をね、うん、なんかね、うん、毎年出しちゃあ片付け出しちゃあ片付け嫁に行かれへんから早く片付け出すなやと思いますけど出すんですね、やっぱりまた今年も行かれへんようになったらやめとけやみたいな、ぼやきじじいすいませんね、年取るとね、なんか愚痴ばっかり出るんですね、え、はい、ねえ、まあ何怒ってるのかさっぱりわかりませんけど ね、はい、ね、なんで、はい、なんであんなんするんですか。じゃあ説明しよう、説明しようはい、ちょっと順番、あ、順番狂わしました段取りがあったやったらそう言ってください、はい、ね、あのちょっと今回はちょっとすごい試練なのでね、はい、めっちゃ文字多いですよね。そうなんです。まずね、ひな祭り、はい、うん、なんか読めた文字が減っていってますけど、どうぞ。ひな祭りの起源は、うん、季節の節目や、うん、香り目に、うん、災難や、うん、厄から身を守り、厄、うん、から身を守り、うん、より良い幕開けを願うための節句が始まりとされています。はい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 、はい、また、うん、ひな祭りに欠かせないひな人形も昔は飾るのではなく川に流されていたと、うん、聞いたら驚くのではないでしょうか。いや、驚きますよ。ポポン川に流してたんですか。そう、それがね、うん、ね、うん、そう、で これもちょっと順番、あ、そう、段取りあるんですね段取りあるやって言うてください。大丈夫です待ちますから、はい、ね、はい、うん、ひな祭りの由来を知るには2つの説がある。こう説が2つあるを説明する必要があるそうでございます。なるほど。1つ目、はあ、ひな祭りっていうのが、うんうん、上司の節句。上司、うん、え、怒ってくれる方ですか、それとも怒られる方ですか。怒られるいやいや、なんでもないですよ上司と部下といえばね、あ、あ、社長さんですからね、はい、社長さん、上司、上司、違います、上に蛇、あ、上司とか上司とか呼ぶらしい。あ、なるほど、の節句、はいはい、について蛇なんですか、うんうん、上司の節句とは、はあ、中国から伝わった五節句、5つの節句の一つで、はいはい、3月上旬の蛇の日に、うん、草や藁で作った人型で自分の体を撫でて汚れを移し、うん、それを川に流すことで厄払いや邪気払いを行う風習がありました。藁人形、五寸釘ですか。いやいや、違うんですよ。なんか撫でるんですか。撫でるんです。自分の体の悪いところをうつれーうつれーってそう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 れーそう言うて流して、悪い節句ですね。そして、はい、また一方、はあ、貴族階級の女の子の間では、うん、みやびな方ですね。みやびじゃーの方ですね、はい、はい、の間では、うん、神の人形を作った神の人形、あ、作ったじゃない、神の人形を使った遊び、はあ、今でいうところのおままごとが流行っていました。はあはあはあ、へえ。これをひな遊びはい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 、というのですが、このひな遊びと川に流す、うん、人型が結びついて、うん、流しびなが誕生しました。へー、じゃあ2つあって、うん、なんかこう途中でごちゃごちゃになってたんですね。なんか一緒くたになってしまう。気がついたら流すぜうらー流せー。これでも、はい、初めてこの中身を読んだ時、うん、めっちゃ想像しませんでした。何を。この絵面。どの絵面。ホラーじゃないですか。川に人形がいっぱい流れてるんですよ。しかも藁人形。藁人形結構ね結構怖いですよ。だいぶとホラーですやんね。藁人形ずーっと、ね、うわーって 朝起きたら、ね、
そうでしょ。でそれが江戸時代になって人形作りの技術が向上したことで川に流すのではなく家で飾るように変化していった。あーなるほど、ね、これがひな祭りの由来でございます。へー、捨てなくなったんですね。捨て、流さなくて、流さなくなったんですね。うん、あすごい数やったんちゃいますか。あ、そっか、でも流すんだったら普通のひな人形が流れてたらあれいろいろ飽きませんもんな。何あの、わら人形やったらわら土に変えるじゃないですか。はいはいはい、だからいいけど、うん、ひな人形とかあの顔とか溶けませんやん。あ、エコじゃないってことですね。そうそうそう、地球に優しくない、優しくないってそうそうそう、ね、まあそんな考え方は昔なかったでしょうけど ね、 ね、はい、あ、なかったんですか。いや、昔はありましたよ、ちゃんときっと。そうなんですか、うん一回聞いてみますわ、はい、ということが由来でございます。ああ、なるほど、うんうん、だってなるほどねてんてんてんってことですね。へー、ね、ちょっとね、いろいろ飛ばしますわね、これもう漢字多いから、うん、漢字多いでね、はい、なぜ、うん、ひな祭りに桃の花やひな人形を飾るの、うん、はいはいはい、はい、なぜでしょう。え、ひな人形はだからそのひな遊びから来てるんですね、うん、人形遊びしたのから来てるから、うん、それひな人形を飾るっていうか、うん、ひな人形で遊んでたんちゃいます最初は。でそれがなんか遊ぶなんてはしたないみたいな感じになって、うん、なんてなんか台に乗っけて、うん、なるようになったんちゃいます。まあよう分かりませんけど、何歌はんのか全然分かりませんけど聞いてますかひな祭りにひな人形を飾るのは、あの、なんで、なんでやと思いますってさっき僕聞かれましたよね。聞かれてんの答えといて何言ってんのかよう分かりませんで次行くのって、聞くなや最初から最初から聞くな。こんなんで怒ってるのか分かりませんけど大変ですわ、ほんま。はい、ひな祭りにひな人形を飾るのは、はい、昔の人形や流しびなの風習がの残り、うん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 、おひなさまに女の子の汚れを移して、うん、最悪？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 あ、厄災？厄災？災い？災い？はい。を身代わりに引き受けてもらうためです。はい。です。ですね。で、はい、また厄、うん、払いの意味があるので、うん、一夜限り、うん、3月2日から。一夜限り一夜限りうん、なんかちょっとランデブーですね80年代な感じですね、はいそう、あなたと一夜限りの恋とかですね、はい、じゃなく、はい、じゃなくて、はい、一夜飾り一夜飾り、はいはい、3月2日から1日、はい、え、じゃあ3月2日から1日だけ飾ること。あ、1日だけは避けるべきとされていた。え、避けるべき、うん、うんうん、厄払いの意味もあるから、うん、1日だけ飾るのはやめなさいねって。長く飾っとけ、うん、はい、遅くとも2月の中旬ぐらいまでには飾らないといけないと言われているの、うん、ああーなるほど、早め、もっと早めから飾っときなさいと。そう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 、だからもう1日だけ出してはい終わりっていうのはやめときなさい、やめときなさいということ、はあはあはあ、また、うん、桃の花にはもともと魔除けや長寿のパワーがあるとされていました。あ、そうなんや。中国では、はい、上司の節句には、はいはいはい、あの、わら人形流すやつですね、はいはいはい、は、桃の花を、うん、桃の花を、うん、桃の花を目で、うん、桃の花をつけたお酒を飲み、うん、桃の葉が入ったお風呂に入って邪気払いを行っており、うん、へえ。また、旧暦の3月3日はちょうど桃の花が咲く頃だったことから、うん、ひな祭りに桃の花が飾られるようになったそうです。あ、これはすごいですね、うん、どういうこと。へー、え、桃に要は邪気払いのパワーがあったんですね。魔除けとか長寿、長寿とかへーがあるとされていた。あ、なるほどね、うん、なるほどね、そうでございますよ。へー、すごいですね、うん、でも3月3日がちょうどその咲く頃というのがあるんですけど、なんで3月3日っていうのがね、まだ続きがあってね、うん、まだある、うん、節句とは、うん、暦の上、暦の上暦読まれへんってどうですかスタッフ君笑ってますよ
いいことですね。あのこんな大人になったらあかんってね、若いうちからね、こうね、学ぶということはね。勉強しろよ。勉強しろ。生き様見とけよ。いやいやいや、意味本じゃないですね、はい。節句とは、暦の上で、節目になる日のことです。節目ね。年間で5回あり、1月7日。わからないですね。人に日、ここの節句。はいはい。で、3月3日、上皮の節句、5月5日、端午の節句、7月7日、七夕の節句、9月9日、重陽または菊の節句でございます。え、2月3日の節分はないんですね。あ、ないですね。ね、節句とはまた違うんですね、節分とね。節句じゃない。節句って何でしたっけ、さっきなんか言ってましたね。あ、で、暦の上で節目になる、あ、これ節目、節目です、まあでも節目にならん人もいるっていう、こっちあ、そうか、でも元旦に当たったんですか、昔の節分って、はい、元旦は節句じゃないですもん ね、ちょっと適当なこと言うのやめておきましょう、ね、ここスルーしましょう、スルーしておきましょう、節句は縁起がよく、お祝い事に向いている日だと考えられています。なるほど。また、奇数が重なる日は、邪気を払うことができるとも伝わっています。子供の誕生を祝い、邪気を払って、健やかな成長を願うために節句を祝います。あー、なるほど、誕生の節句だ。そう、だから3月3日ね、で、男の子の節句は5月5日出すってね。出すって、だから奇数が重なる日は邪気を払うことができる。奇数ゾロ目は縁起がよろしい。伝わっている。あ、いうことなんですね。だから、あれですよ。なんか邪気を感じたら体中にゴーとか書いたり。ゾロ目で。ゾロ目で。あー、なるほど、ね。変わった人ですね。なんかあの人体にゴーっていっぱい書いてるで、みたいなね。ね。パチンコ好きなんかなと思いますよね。おお、で、なんで7なの ?7 ですね。ね、の方がおすすめです。はい。ぜひ7を書いてみてください。ということです。なるほど。ももも言うたらその魔除けになるし、そういうそのゾロ目もいいし、っていうことなんですね。みんな何ですの、昔からなんか役だらけやったんですか。いやー。邪気払ってばっかりですやん。あ、そうか、魔除けとかそういうの昔はすごい意識したんですよね。ね、でも今もなんかね、あのついてるついてるって踊ったり、なんかそのなんですか、その運気をね、その呼んでみたりだとか、なんかなんですかね、そのあんまり悪不運をこうね、どっかにやったりとか今もありますよね、いろいろね。満月の日にね、なんかするとかね、なんかいろいろありますよね。ありますよね。ありますよね。大丈夫ですか。いろいろありますよ、方法。ありますよね、ね。それが形を変えただけのものなんですね。いや、あるんです。今もある、今も昔もあるっちゅうことですわ。方法が変わっただけで。ね。常に日本人というのは、そういうのってね。ね。どこの国でもかもしれないですね。だそうですよ。ね。ね。いろいろありますよね。なんか、雨乞いまたそれです。雨乞いもそうですね。雨降ってくれですよね。ね。基本だから神頼みですね、これね。だから結局そのなんか見えない力みたいなのを結局日本人はずっと信じてきたんですよね。今もそうですけどね。これでも片付けること書いてないよね。でも3月3日には片付けましょうってことですよね、さっきの。3月2日に出して3日に片付けるのはやめましょうっていうことは。でも3日24時までは節句じゃないですか。24時3月3日の24時まではひな祭りでしょ。ああ、そうかそうか。いつ片付けるのかもしれない。これね、多分ね、去年言った気がしますね。去年言ったんですか。去年言いましたね、ひな祭りの片付け方。あ、片付けた方がいい時期。あ、そう。多分言ってますから、多分去年の今頃のアーカイブをぜひご覧いただいて、ご覧いただくか、自分らが覚えてないのによ人にそんなこと要求しますね。ご覧いただくか、ご自身でググってください。どんだけ無責任な番組なんですか。ね。問題提起だけする番組ですね。ね。はい。でもどっちにしても早く片付けた方がいいんですよね。そうなんですね。すべて言われですからね、何もかも。ひな祭り。本来はまあ3日ぐらいに片付けるんでしょうね。嫁に行かれへんっていうのはなんで。あ、それも言いましたね。あのね、もう思い出すのやめましょうか。どんどんボケず深くなっていきますから。去年
ね、いろいろ言ってますわ。言ってますか、うん、去年のアーカイブこちらをご覧ください。こちらをご覧ください。あ、ね、うん、ということですよ、うん、日の祭り、日の祭り、ね、神子ですもんね。神子っていうな、神子関西弁でこないで出しましたけど出しましたけど ね、あのだって妹が2人で男してるでしょ、うん、うんうんうん、あれでもひな祭り女の子のセットでしょ、うん、で5月5日は男の子のセットと言いながら子供の日でしょ、うん、子供の日です ね、だからあれは女の子の日でもあるんですよね。あ、子供全部ですよ、ね、あ、ひな祭りはそうですね、妹がなんかやってましたね、うん、僕は基本関係ないですけど、ひな祭りってなんかやった記憶あります？とにかくひな人形を出すでしょ、うん、ひなケーキみたいなの食べてましたよ妹は。あ、それも去年もうだから去年の話は絶対思い出したらそれだけどん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 深めにはまっていくからやめましょうね、うん、ね、うん、桃の花、うん、桃の花を植えましょう事務所に。ええちょっと時間余って焦ってるでしょなんでそんな飲みの心臓なんですか。だって違いますよ、はい、桃の花なん何魔除けとか長寿のパワーがあるんですよ、うん、あ、だから事務所に植えましょうよ。事務所どこに植えるんですか、土ないのあれ盆栽みたいなの今売ってるじゃないですか。桃の、うん、梅この前売ってました。梅あります、梅売ってましたよ、スーパースーパーで売ってスーパーで梅売ってます、スーパーで梅売ってました。え、盆栽、盆栽なんか鉢にある鉢植え、うん、でもいいですね、いいですね、盆栽楽しそうですね。おじいちゃんですからね。いや、なんか今盆栽ちょっと前に盆栽流行ったでしょ。盆栽が流行った。なんか苔、うん、苔みたいな入りますね、うん、苔入りますけど盆栽流行りましたよな。じゃ苔みたいな流行ってます今わかんない、盆栽が上あり、うん、ここ苔おり、うん、なんかそんな感じの流行ってますよね。流行ってますよね、流行ってません、なんかね流行ってません、流行ってますよ、流行ってません、流行ってません。なんかでもあれみたいでしょ、苔、苔流行すの、苔が流行ってる、苔が流行ってる苔の娘でね、うん、らしいですよ。あ、そうなんですね、うん、盆栽ね、でも、あれってだってあれでしょ、この時期しか咲かないでしょ、桃とか梅とか。そうです、今の時期だけですね。まだその時期以外って盆栽って何するんですか。いやでも枝ぶりが美しいとか、なんかブニョーって曲げてみたりとかしてグニョーってこういう生え方するんじゃない。じゃあするけど、うん、その咲くまでの間にグニョ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 しといて、うん、で咲いた時に、うん、わおいやまあ咲く時期はやっぱ綺麗ですよね、うんうん、あの 梅とか、うん、あのまあ、もちろん桜もそうですし、うん、桃とか、うん、この春の時期に咲く花なんでね、うん、やっぱたくさんありますけど、そのほら何、松、はい、とか松って年中咲いてない生えてる、まあまあ葉っぱはね、うん、なんかああいうほら、うん、ずっと生えてるものやったら盆栽面白いかもしれないけど、でも葉っぱはずっとあるでしょ他の。梅とかも、梅って葉っぱ桜とかありましたっけ何言うてはるんですか、葉っぱなかったら光合成できないじゃないですか。あ、梅って葉っぱありましたっけ。ありますよ、そんな木ですよ、木ですから、あります、あります。はぁ、ということで、ということで、CM 入りましょうこちらどうぞ。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか。楽しくて、しかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、おかえりなさいね。あとね、これね、ひな祭りのね、うん、いろいろ調べてたわけですよ、はあはあはあ、ね、うん、ほんならなんか、うん、ひな祭りの歌の歌詞のこととかを書いてたんですよ、はいはい、今日は楽しいひな祭り、はいはいはい、あれがね、結構なんか本当は実際はね、うん、悲しい歌だったんだっていうこととかが書いてる内容はぜひググってみてください。え、マジでマジで悲しいんですか。いや、あれね、あのほら、嫁にいらした姉様の、はい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 、あの姉様っていうのが、うん、早くに亡くなった方なんです。え、その歌を作らはった人のお姉さんなんです。
はいはいはい、っていう説が。あ、あーなるほど、そうなんですね。へー、だからその歌がね、うん、を聞くとね、その時のお姉様を偲ぶみたいな、うん、なるほどなるほど、思い出の歌やったね、あの歌実は、うん、ねっていうことが、の説が、知らなかった知らなかった、あるんですよ。あ、へー、なるほど、深いですね。そう、まあ、言うたらね、うん、えらい悲しい曲ですもんね。そうだから、うん、その結構なんかあんまりちゃんからんかな曲じゃない、じゃないですよね、曲調も、うん、なんかそういうのが言われているらしい。あ、それであんなかな、いや、なんかね、日本の歌って全部悲しいなと思ってたんですよ、うん、あ、ほんまに悲しい歌やったね、そう。でもね、私が言いたかったのはそれではなくてね、はははは、その歌詞をずっといろいろ説明されていたんですよ、はいはいはい、その中に衝撃だったんです。衝撃は この字、この字、この字って何と読むでしょうね、これどう見てもお内浦様ですよこれほとんどの人読めると思います。いや、どう見てもこれお内浦様。お内浦様って、お内浦様、何を言うたはんねやろこの人は。誰か名字みたいですよね。もうどうも我慢しきれずに、うん、局長に聞いたら、はい、なんとびっくり、お代理様、お代理様ですよね。お代理様とおひな様ですよね。もう知ってました。ほらほとんど読めるでしょう。いや、読めない人多いと思います。境内の代でしょ、うち、ん、ね、うん、おひな様ね、だから字的には簡単じゃないですか、ね、これ。だから、うん、あの七田先生のところはね、うん、読めるけど書けない感じ、これはね、うん、書けるけど読めない感じこれなんとかしないといけないですね。お後がよろしいようで、はい、はい、そしてこちらシャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内でのプレゼント企画だったり、ワンデーパーソナリティの応募資格だったりをゲットできるナンバーでございます。こちらをご登録いただきますと、シャナナ TV 内でのプレゼント企画の当選確率がなんと2倍。はい、そしてこちらにご登録くださった方には漏れなくこちらシャナナステッカー、はい、を皆様にプレゼントさせていただきますので、こちら番組終わりましたらどんどんじゃんじゃんご登録お願いいたします。お願いいたします。はい、そしてこのナンバー、うん、ナンバーとステッカーをゲットしてください、はい、うん、ゲットしてください。そしてひな壇に飾ってください。ひな壇に飾るんですね。ひな人形と一緒に人形に貼ったらダメですね。貼ってはいけません。はい、今週も楽しく参りましょう、はい、ということでバナナ TV